はいどうもプロボーラーのイソピーです。はい、今日はね、もう見た通りこちらねボールクリーナー、こちらのね、種類のね説明とかのお話をしたいと思います。前回はね、サル腕がどうだとかね誘導が、お送りしたんですけど、その前までがねボールを拭くタオル、シャミーとかのお話とかオイル抜きのね、確認をっていうお話をしたんですけど、それよりもねやっぱり日頃のボールのメンテナンスっていうのはすごい大事になるんで、今日はねそれで、投げた後とかにね使うボールクリーナーのお話をしたいと思います。皆さんボールクリーナーはどんなものをお使いでしょうか。今はねだいぶ種類とかもねいろいろ出てるんですけど、その中でも特に、メインかなと思われる3つを今日はご紹介しようかなと思います。まずこちら、スプレータイプ、こちらはね多分一番昔からあるんじゃないかなと思う。スプレーでね、シュシュッと吹きかけて、それを拭き取るというような感じになってます。そしてもう一つはこちらムースタイプ、泡ですね、こちらが、泡でこの本当にね泡が出てきてそれを塗り広げて拭いていくというようなものになってます。そしてこちらが、ウェットティッシュタイプといえば分かりやすいでしょうか。結構ね今はこれがね、メインになってきてる人も多いんじゃないかなと思います。まず簡単なね、使い方だけ、説明したいと思います。まあ使い方って言ってもね決まってるんですけどね。はい、このスプレータイプこのままねこのボールにこう吹きかけるような感じにで、すぐ吹くよりも、ちょっと待ってからこのしっかりとこの吹いていくような感じなんですけど、結構ねこれアルコール分が強いんで、これを吹きかけてそのまましてるとすぐね揮発しちゃうんで、だからある程度ね僕はこっちにも軽く吹きかけといてからこうボールに吹きかけて、ただどうしてもね液状なんで、振りかけすぎるとこの垂れちゃったりとかねして、ボールの種類によったらそれの跡が残りやすかったりとかもするんで、そこは注意してもらいたいと思います。でこのしっかりとね、擦るような感じでこう拭いていっていただければと思います。でこのボールクリーナーにも種類にもねいっぱいあるんですけど、僕はですよ僕は、値段に比例すると思ってます。このねちょっと安めのタイプだとどうしてももうすぐね揮発してしまったりこの塗り広げるのがちょっと難しかったりっていう意味がある、まあそんなイメージがあるんですけど、いいやつとかだったらこのしっかりと塗り広げてなんかねこのオイルをとか汚れとかを浮かす力も強いんじゃないかなと思ってます。はい、で次はこれムースリアクタフォーム、このね泡で出るタイプなんですけど、こちらがね意外と一時期すごい人気があってすごい汚れは落ちるんですけど、ただちょっと、まあ、手で触ることが多いので最近はねちょっと減ってきたのかなと思います。これをこのまま投げると普通にこう泡で出ます。こう泡で出てくるので、これを手で塗り広げる感じですね。なんでちょっとねこれを直接触りたくない人とかだったらね嫌かなと、まあ、割と女性にはあまり評判が良くなかったようなイメージもありますけど、でもこれが未だにね一番落ちると思うって言って使われてる人も多いのでね、気になる方は試してもらったらとは思います。である程度塗り広げてもらって でこっちの方がね、コストパフォーマンスが高いんじゃないかと、僕はあまり使ったことはないんですけど、この泡に なって広げやすいん でこっちの方がコストパフォーマンスもいいしよく取れんじゃないかっていうのはよく聞きますね。でこれもこの広がったやつをしっかりと擦るように拭いていきます。
はい、こんな感じです。はいはい。でこの泡タイプだと今みたいにその垂れることはあんまりないんですけど、このスプレータイプね、今した時もそうなんですけど、このね周りに結構飛び散ってしまったりして、またねこういうどこで机とかでやるときはいいんですけど、あのボールラックの上でそのままボールね、こういうスプレーしたりする人多いと思うんですけど、その時に、片付けの時とかだと他の人のボールについてしまったりとかで、ついですね拭きゃいいんですけど、ボールの種類によったらこのクリーナーがボールについて、でそのままだと湿になってしまったりとかっていうボールもあるんで、他の人のボール置いてあったりとか、片付けの時にねなんか他の荷物がラックに置いてあったりすることもあるんで、スプレータイプの時はですねそれ気をつけてみてください。そういう意味ではね、この泡タイプの方がもう出るだけなんで、まあ、それを塗り広げてっていう感じなんですけど、ただ今みたいにね手で塗り広げたりするんで、まあ、そこだけはちょっと注意していただきたいなと思います。そして最後に、ね俗に言われるワイプと言われるこのねウェットティッシュタイプで、この中にこういうで、ね、布が入ってます。これにもボールクリーナーが含まれている形になっているので、もうこれを出して、これ物によってこの布の種類とかね、いろいろあるんでいろいろ試してもらったらいいかなと思うんですけど、でこれをこのままね、これもう濡れてるんでこのまま拭く感じです。で、ね、これの利点はというとね、やっぱりいちいちなんかいろいろ出したりしなくていいで楽っていうのと、意外とこれこの含まれてる液の量っていうのがすごい多いのがあるんで、ほらもう分かるかな、結構すぐ黒くなってるんですけど、その液の量が多いんで、ただ今これ1個だけずっと拭いてますけど、この1枚でボールさっと拭けば、あの3つとかね4つとか拭けちゃうんで、これで拭いてもう1個のボールも拭いてっていう感じするので、1個しか使ってない人だとちょっともったいないかもしれないんですけど、だいたい1回で 2,3 個とか使う人いたら、こういうワイプの方が、ね、このウェットシートテープ、タイプの方がお得なんじゃないかなと思いますっていう感じですね。でこれはもうこのまま拭いたら、これこのままゴミ箱に捨てれるんでいいかなと思います。意外とねこのボール初めて持たれた方、結構ねその使い方とかね説明は皆さんしてくれると思うんですけど、でこういうおすすめとかはされても、まあ、そういう細かいところまではね、わからないという方、多いと思うので、今日はねちょっとこんな、ね、ある程度されてる方からしたらね、当たり前のことかもしれないですけど、すごいね大事なんで、今日はちょっとこんな紹介をしてみました。である程度ねこうやって処理をしててもやっぱり投げてる間にどうしても、ボールってねオイル吸っちゃうんで、これぐらいで、この処理をしてても必然的にずっと投げてるとオイルを吸ってきてボールがね燃焼燃焼になっちゃったりとかしたらね、オイル抜きの処理とかもね、必要になるので、そういうのはね前の動画で、ちょっとねやってみた、ライターの火で軽く炙ってみて、それでオイルが浮いたら、これでオイルが浮いて、なかなか吸わなかったらオイル抜きをしましょうっていうね、そんな話もさせてもらいました。はい、今日はね、簡単ではありましたがボールクリーナーの紹介でした。はい、スプレータイプ、泡タイプ、そして、ウェットティッシュタイプ、ウェットシート、俗に言われるワイプと言われるようなタイプですね。他にもね あったりするんですけど、大体ねこの3種類がほぼほぼ主だったものだと思うので、気になる方はねいろいろ試してみてもらったらと思います。個人的には、値段が高いやつの方が使い勝手が良かったりとか、しっかり汚れが落ちたりとかボールに優しかったりっていうのは思ってます。まあ、そこはね、人によって違うんで、例えばねこのワイプのタイプだとこの、はい、使ってるこの布がすごい変わったりとかして、あの汚れが取りやすいとかね、
そんな風になるすみたいです。皆さんもぜひよかったらお試しあれ。ということで、今日は以上になります。チャンネル登録まだの方、ぜひしておいてください。 Twitter や Facebook もフォローお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。